まあ流行が始まると。そしてまあピークを迎え、まあ1月の末にはまあ収束期を迎える。それと同時にまあ今度は B 型というものが流行りだしてピークを、要するに A 型と B 型というのはまあピークの軸にずれているのが今までの特徴だったわけですね。でこれがどうなったのかと言いますと、まあその暖冬の影響、急に寒くなった影響か、なんですが、この A 型というものの立ち上がり自体がそもそも遅くなったということで、この B 型が流行り出すピークと、まあ、A 型のピーク重なってしまっていると。要するにこの A 型と B 型が同時に流行してしまっているというところが今年 の、 あの一つの特徴になっているわけですね。でそんな中で、まあ、めぐみさんもそうなんですけど、今年言われてましたから、確かに暖冬暖冬と言われてましたので、めぐみさんもいつもより流行が後ろにずれるだろうと思って10月1日に打つ予防接種を11月にずらっ、もちろんうがい手洗いも、まあ、いつもからあのされてね、抗酸化しっかりやってたつもりなんですが、情けないです、皆さんもお気をつけくださいと、いや、ただコメントで締められているんですがそういうことなんですよね。結局やはりそのウイルス自体が今この空気中に多いという状況になっているんですよ。一つの原因が診断されるのかの、さっき先ほどもありましたけど、鼻に、ね、キットを提供してますけども、あのキットにあの判定するのはまだ怖いようですよね。あ、なんでしょうね。そのパーセントなかったんですか？わからないですけど、ただあの検査を受けて、あの反応ありますようにしてから、多分風邪ですっていうことで、会社に。あI'm sorry.
ち上げを祝う花火大会の様子が生放送されました。大日本住友製薬っていうのがあって。さらに、金正恩第一書記が実験に関わった科学者らと記念撮影した写真も公開されました。発射実験を、は8日緊急の会合を開く。国際社会の平和と安全に対する明らか脅威として。ミサイル発射実験から見えてくる新たなビジネスの可能性とは